デニス・ロットマン、デニス・キース・ロットマン、デニス・キース・ロットマン、1961年5月13日隊は、アメリカ・ニュージャージー州、トレントン出身のバスケットボール選手。身長203センチメートル、体重105キログラム、1980年代から90年代にかけて NBA において、当時を代表する優れたディフェンダーであり、歴代でも屈指のリバウンダーであった。 1992から1998で7年連続リバウンドをロットマンのディフェンスに対する考え方は NBA に多大な影響を与えた。髪を染める、全身にタトゥーを入れる、女装癖を隠さないなど奔放なライフスタイルも話題を集め、コート内外で起こす様々な騒動も注目された。5回の優勝経験を持つ。ニックネームはワーム、ワーム。 少年時代をオーククリフのプロジェクト、スラムの住人のための公営住宅で過ごした。バスケットも高校二年生の時には代表にも選ばれず、挫折して本格的に始めたのは大学に入ってからだ。それまでは空港の整備や万引き、ホームレスなど、その後 NBA プレイヤーになるとは想像すらつかぬ日々を過ごしていた。大学に入ったのも妹の友人のロリータ。 ウェストブルックの勧めで、テキサス州のクッキー軍単内に進学したのである。その後、サウスイースタン、オクラホマ州立大学に編入し、大学の2部リーグに相当する内野、全国大学体育協会で活躍した。ロットマンは、1985年と1986年に、このリーグでリバウンド首位になった。と大学でプレーした4年間の平均得点は25点を超え、 NBA のチームにも知られるようになった。その頃から得点することよりも、リバウンドすることの方に快感を覚え始めていた。1986年、ドラフト2巡目27位で、デトロイトピストンズへ入団。ルーキーシーズンはベンチから出場した。翌シーズンは、出場時間を伸ばし、平均11.6得点、8.7リバウンドの成績を残した。 この時期のピストンズは、チームとして、急成長を続けており、優勝を伺える位置に近づきつつあった。ポイントガードのアイザや、トーマス、センターのビル・レインビアを擁し、監督チャック・デイリーに率いられたチームは、乱暴なプレーすら厭わない激しいディフェンスで知られ、バッドボーイズと呼ばれた。レインビアや、ディック・マホーン、ジョン・サリーと共に、ロットマンもバッドボーイズを構成する、重要な一員だった。 彼らは勝つために手段を選ばない、やり方が汚いとリーグ中で嫌われ、NBA に対し公式に抗議するチームもあった。この頃のロットマンは細身で主なポジションはスモールフォワードだった。平均得点は10点ほど取ってよりディフェンスやリバウンドでもチームにますます貢献するようになっていた。ピストンズはイースタンカンファレンスを支配していた。 ボストンセルティックスを脅かすようになり、1987年には52勝30敗と、カンファレンス屈指の競合になっていた。このシーズンのプレイオフ、ピストンズはカンファレンスファイナルまで進み、セルティックスを第7戦まで追い詰めるものの、一歩及ばず、敗退した。セルティックスに敗れた後、ロットマンとチームのエース、アイザヤ・トーマスは、セルティックスのスター選手で、 史上最高の白人選手としての呼び声も高い、ラリーバードに対し、白人がかもて生やされているに過ぎないと発言し、物議を醸した。その後、トーマスとロットマンはバードに謝罪し、バードはこれを受け入れた。翌1988年、ピストンズはついに NBA ファイナルに進出するが、第7戦まで競った末マジック・ジョンソンのロサンゼルス・レイカーズに敗れた。 続く1988から89シーズン、ピストンズはリーグ最高の63勝19敗をマーク。ロットマンは初めてオール NBA ディフェンシブファーストチームに選出され、優秀なディフェンダーであることを示した。ピストンズは NBA ファイナルに進み、怪我で主力を欠いたレイカーズを4戦で下して優勝を果たした。1989から90シーズンのピストンズは、 リーグ2位体の59勝を挙げ、3年連続でファイナルに進出。ポートランドトレールブレイザーズを4勝1敗で退け、2年連続の優勝を決めた。ロットマンはこのシーズン初めて NBA 最優秀、守備選手賞に輝き、インタビュアーの前で男泣きしてみせた。翌1990から91シーズンにも同じ賞を受賞。 ロットマンは2年連続でリーグ最高のディフェンダーとして認められることとなった。2連続優勝を成し遂げたバッドボーイズ・ピストンズは絶頂期にあり、強引とも言える強力なディフェンスは一世を風靡したが、同じ地区のライバルチームシカゴ・ブルズは着実に力をつけている。1991年のプレイオフ、イースタンカンファレンスファイナルでピストンズはブルズと対戦。 過去3年連続でピストンズに敗退してきたブルズは、このシリーズでピストンズを圧倒した。3戦全敗で迎えた4試合目、ロットマンは、ブルズのスコッティ・ピッペンをコート外の観客席まで突き飛ばし、ホモと一緒にいるのはうんざりだとった。ピッペンは顎を抜けがを負った。それでもブルズは115対94でこの試合に圧勝。バットボーイズの派遣は2年間で終わりを告げた。 翌1991から92シーズン、ロットマンのシーズン平均リバウンド数は18.7でリーグのリバウンド王となった。この平均リバウンド数は20シーズンで最高の数字だった。ロットマンはこのシーズンから7年連続でリバウンド王の座を保ち続ける。1992年3月4日の試合では自己ベストの34リバウンドを挙げた。これは NBA 史上、九百七十九年二月九日の試合で三十七リバウンドを記録したモーゼス・マローン、九百八十八年四月二十二日の試合で三十五リバウンドを記録したチャールズ・オークリーに次ぐ歴代三位の記録となっている。次の九百九十二から九十三シーズン、ロットマンは年平均リバウンド数が十八点三本と変わらず素晴らしい水準だったが、 チームの勝ち数は40勝まで落ち、シーズンを負け越していた。ロットマンは、この時期大いに悩んでおり、あるマンライフルを持って、トラックの中にいるところを発見されるという事件があった。この時ロットマンは、自殺を考えたが、自分の中のもう一人の自分を撃ち殺して生まれ変わった、と後に、自伝で語っている。このシーズンが終わると、ロットマンは、 サンアントニオ・スパーズにトレードされた。スパーズでは AS のセンターデビット・ロビンソンがキャリアの前世紀に入りつつあり、ロットマンの役どころはロビンソンの負担を減らしてリバウンド、ディフェンス面でチームに貢献することだった。移籍1年目の1993から94年にはロットマンはリバウンド、ロビンソンは得点とスパーズは2つの部門で リーグトップの選手を出すという快挙となった。チームのシーズン成績は55勝27敗と、ディビジョンで、ヒューストンドケッツに次いで2位。プレーオフでは、スパーズは1回戦で、ユタジャズに敗れた。翌、シーズン、スパーズは、リーグ最高の62勝を達成。ロビンソンは MVP に選ばれた。ロットマンは4年連続のリバウンドを、そして、 オール NBA ディフェンシブファーストチーム選手選出とチームの進むに貢献したが、スパーズはプレーオフのカンファレンスファイナルでヒューストンドケッツに敗退した。スパーズに在籍した2年間でロットマンはいくつかの騒動を起こし、マスコミやチームに変わり者として扱われるようになった。歌手のマドンナとの交際が話題になったのはこの時期であり。 初めて髪を染めて登場したのもスパーズ時代だった。またしばしば練習に遅刻することがあり、大事な試合の日に遅れることもあった。1995年のプレーオフ、カンファレンスファイナルの試合中には、タイムアウト中に、チームメイトや監督が話し合う中、離れた場所でシューズを脱ぎ床に座るロットマンの姿が、アップで捉えられ放送された。ボブヒル監督や、デビット・ロビンソンばかりか、 マスコミやファンからの非難がロットマンに集中した。後に、自伝で明らかにしたように、ロットマン自身は自分に辛く当たるチームや大事な場面でリーダーシップを発揮しないロビンソンを大いに不満に思っており、スパーズとしてもロットマンは厄介者となっていた。2シーズンを過ごした後、ロットマンはシカゴブルズにトレードされた。 1991年から1993年まで3連覇を果たしていたブルズの中心メンバーだった。ホーレス・グラントは1994年にオーランドマジックに移籍していた。シカゴに移ったロットマンは、グラントが占めていたパワーフォワードの役割を果たすことが期待されていた。一方で、数々の物議を醸した問題児ロットマンを不安視する声もあった。 彼はかつてブルズに忌み嫌われたバッドボーイズの一員であり、スコッティ・ピッペンに試合中のファウルでタイガーを追わせたこともあった。ロットマンはフィル・ジャクソン監督に敬意を持つようになり、当時ブルズが採用していたトライアングルオフェンスの複雑な戦術を早々と理解した。試合中にエキサイトする場面でもリーグを代表する冗談やピッペンになだめられ、 ロットマンもチームのためにプレーをする姿が見られるようになる。乱闘になりそうになると、チームメイトが全力で止めに入り、時には巻き込まれた味方も苦笑いするほどだったが、難解な戦術を理解するなど高い、バスケットボール IQ も持っていた。マイケル・ジョーダンに、ロットマンは私を含む誰よりも早く、トライアングルオフェンスを理解した。と言わしめるほどだった。試合では、 審判にヘッドバットするなど問題を起こすこともあったが、リバウンドとディフェンスの技術はチームに好影響を与えていた。ジャクソン監督の指揮により、シカゴブルズの選手はチームとしてよく機能し、マイケル・ジョーダン、スコッチ・ピッペン、そしてロットマンの3人は最強のトリオとしてセンセーションを巻き起こした。1995から96シーズンのブルズは史上最高クラスのチームとして、 快進撃を続けた。ロットマン個人の人気もかつてないほど上昇していた。数試合を機に髪を染め直し、自由気ままな言動は論争を呼びつつ、注目を集め、ロドマニアと呼ばれる熱狂的ファン集団も見られるように言った。全身のタトゥーもますます増えていった。何よりも試合での貢献度は明らかで、このシーズンも平均リバウンド数はリーグ最高。 オール NBA ディフェンシブファーストチームにも選出され、このシーズンはジョーダンとピッペンもオール NBA ディフェンシブファーストチーム入りし、同じチームから3名が選ばれるという快挙となった。ブルズは72勝10敗と史上最高の勝率でレギュラーシーズンを終えた。プレーオフでは NBA ファイナルに進み、シアトルスーパーソニックスと対戦。ロットマンは スラムダンカーショーオーム・ケンプとの対決やセンターのフランク・ブリコースキとの心理戦が注目された。ファイナルの2試合でロットマンはオフェンスリバウンドを11回獲得した。ブルズはスーパーソニックスを4勝2敗で下し4度目の優勝を果たす。プレーオフを通して15勝3敗という強さだった。ロットマンにとっては3度目の優勝だった。優勝後にシカゴで行われたセレモニーで ロットマンは、ピストンズ時代に怪我を負わせたことをピッペンに謝罪した。このシーズンの終了後、ロットマンは、ジデン・バッドアーズ、アイ・ワナ・ビー・イー、放題、ワルガママに、を出版、デビット・ロビンソンや、サン・アントニオ・スパーズ、リーグのコミッショナーデビット・スターンを散々にこき下ろした、ほか、マドンナとの交際を赤裸々に明かすなど言いたい放題の内容が話題を集め、ベストセラーになった。 ロットマンはこの本のサイン会で新しい婚約者を紹介してやると言ってマスコミを集めてウェディングドレスを着て現れた。いたずらが話題になり人形が販売された。翌シーズンのプルズは69勝13敗という成績を残しチームは再び NBA ファイナルに進出ユタジャズと対戦した。ロットマンはカール・マローンとマッチアップ。 二人の対決も注目された。また普段は滅多にない3ポイントシュートの成功や苦手なはずのフリースローを大事な場面で決めるという活躍を見せることもあった。ウルズは4勝2敗で2年連続の優勝を成し遂げた。翌1997から98シーズンは優勝チームはこれで最後かもしれないというラストダンスのシーズンとしてファンやマスコミの話題となった。 このシーズンもブルズは NBA ファイナルでユタジャズと対戦。前シーズンに続きロットマンはカール・マローンと対決し、ロットマンの必要なディフェンスは時にマローンを苛立たせた。しかしロットマンはトニー・クー・コッチに代わり先発を外されるという扱いを受け、そのためかやや集中力を欠いた場面も見られた。シリーズはブルズが制し、3年連続の優勝となった。 1998から99シーズンはしばらく、どのチームとも契約せず、シーズン後半の1999年2月に、フリーエージェントとして、ロサンゼルスレーカーズと契約、23試合に出場し、約2ヶ月後の4月に解雇された。このシーズンで、ロットマンの連続リバウンドを獲得は、途切れることになった。次のシーズンは、ダラスマーベリックスに参加するが、 シーズン途中の2000年3月に解雇され、現役を退いた。2003年アメリカ、独立リーグ ABA のロングビーチジャムと契約し、現役に復帰した。2011年2月11日、デトロイトピストンズは、ロットマンのピストンズ在籍時の背番号10を永久欠番にすることを発表した。2011年2月18日、 選定審査委員会より2011年バスケットボール殿堂入りの候補者として発表される。同年4月4日、ネイスミスメモリアルバスケットボール殿堂入りが決定。クリス・マリンらと共にバスケットボールに対する貢献を認められ、その栄誉が称えられた。2013年2月26日から3月1日にかけて北朝鮮を訪問し、キム・ジョンウン第一書記とも対面した。 ロットマン本人が全く執着しなかったこともあるが、数字にも現れている卓越したディフェンス能力に比べて得点能力は低く、シュートとフリースローも苦手なために、1997年12月29日のダスマーベリックス戦では、フリースローの苦手なロットマンに対して、ババウェルズがわずか3分間で6回のファウルを行い、ファウルアウトした。これは NBA 記録である。 オフェンスでは、リバウンド以外の能力は、数字から低く見られる。しかし、ブルズ時代には、トライアングルオフェンスに順応し、彼の得点能力の低さを逆利用し、得点能力の高い選手に迷わずパスを回し、チームオフェンスを活性化させたり、豊富な運動量で、積極的に味方選手の補助として、スクリーンをかけに行き、味方がシュートを外せば、リバウンドを制止。 再び味方にボールを回し、セカンドチャンス、サードチャンスを渡すという非常に有機的なプレーを実践していた。リバウンドの個人タイトルだけでなく NBA、優勝経験が2つのチームにわたりほどもあるという実績は、数々の名選手が一度もチャンピオンリングを手にすることなく引退していったケースを鑑みても、彼がただ偶然チームに恵まれていただけというには、 あまりにも優秀すぎる実績であり、彼が数字に現れない独創的なあり方で、チーム力にどれほど貢献していたのかは疑うべくもない。彼のリバウンドセンスは、天性のものと評されることが多いが、実はプロスポーツにおいては当然ではあるが、向上的な努力に追っていた部分が大きい。NBA 入り当時は、チームメートが帰った後一人であらゆる角度から、シュートを打ち、 どこからシュートをすれば、ボールがどうリバウンドするかを研究したが、その姿勢は変わることはなく、自分のチームのシューティング練習中には、もっぱら自分で練習することはせず、チームメイトのシュートを観察していたという。これにより、各人のシュートコースやリバウンド方向の癖を学習していたという。ごく稀にわざとゴール下のシュートを落とし、オフェンスリバウンドとして形状しているのではないか。 というような印象も持たれることもあり、上記の点は、真偽は不明であるが、彼自身リバウンド王の記録に多少なりとも、こだわっていたことは事実である。ように、リバウンドにかける嗅覚、執念は、常人のそれをはるかに超えていた。ロットマンはいくつかの問題を起こし、訴訟に発展している例もある。1998年にはカメラを叩き落とされて、脅されたとして女性に訴えられ、 そのすぐ後に、ラスベガスのホテルにあるカジノでセクラを受けたとして、従業員の女性に提訴された。2000年には、不助暴行を行ったとして1000万ドルの損害賠償を請求されている。2005年7月には、スピード違反で検挙され、同年9月に裁判所に出頭しなかったとして、逮捕の可能性があると警告された。2008年4月30日には交際していた女性に、 暴力を振るった疑いで逮捕され、5月1日に5万ドルの保釈金を支払って釈放された。映画やテレビドラマにも出演している。1997年の映画、ダブルチームでは、ジャンクロード・バンダムと共演したが、同作では、ゴールデン・ラズベリー賞の最悪女演団優勝、最悪新人俳優、最悪スクリーンカップル賞を受賞している。1999年の サイモンセズでは主演した。その他の出演作品は、エディ、勝利の天使、バップス、デニス・ロッドマンストーリー、SOF シーズンに、エアブレイクなど。1997年以降、無王のメンバーとなって、プロレス団体、WCW が主催する試合に出場し、レスラーを相手に戦ったことがある。1998年には、 ハルク・ホーガンとタッグを組みカール・マローンのチームと対戦した。最初の妻との間に1988年、娘を設けたが、1990年代初めに離婚した。1998年11月に女優のカルメイン・エレクトラとラスベガスで結婚するが、半年後の1999年4月に離婚した。同年であった女性との間に2000年に、 息子が2001年に娘が生まれた。2003年の42歳の誕生日に結婚したが、2004年に妻から離婚届が提出され、2012年裁判所が離婚を認めた。ダンロップの CM に出演したほか、1997年には、フジテレビ系、疾風怒涛、FNS の日スーパースペシャルクシー真夏の27時間ぶっ通しカーニバル、 リボーンで、アカシアさんま、ダウンタウンらと共演。関西テレビフジテレビ系、スマップスマップでは、カトリ慎吾が、ベニス・カットマンというパロディキャラを演じるコントがあり、ロットマン本人が、ベニス・カットマンの友人の佐々木くん役で、ゲスト出演。K1 を主催するフェグと契約を結び、2007年6月2日に、ロサンゼルスメモリアルコロシアムで開催された。 ダイナマイト USA の開会セレモニーでの聖火リレーに参加し、総合格闘技参戦を表明。記者会見では、ユフックワクソ。K1 が一番。と発言したが、現在のところ試合の予定はない。ロットマンとフェグの仲介を、よしきが言った。100万ダウンロードのスマートフォン向け、NBA 公認アプリ、NBA ドリームチームにおいて、カードが登場している。 黒人でありながら好きな音楽は白人が好むカントリーとヘビメタルであると公言している。2015年から2016年にかけてロッドマンは自分が右派のドナルド・トランプ共和党の友人でありビジネスマンであるトランプが大統領にふさわしいとの意見を表明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。